皆様こんばんは、カズチューブです。今回もご視聴本当にありがとうございます。球場から帰りの阪神高速道路5号湾岸線で喋っております。ちょうどね、右手にはユニバーサルスタジオジャパン、左の方に折れていきますと舞島というところでございますね。今回もご視聴ありがとうございます。いやーでもね、今日勝ちましたよ、オリックさん。よかったね。やっぱりこう、今日宗くんは出ていませんでしたけれどもね、ほぼ、現状ベストに近い、ラインナップで組んだし、でピッチャー、由伸くんでしょ、ね、ナイスゲームでした。3対0勝ちました、そして吉久さんが日米通算250セーブ達成という、そんな節目のゲームでもあったんですが、素晴らしいゲームでしたね。3点差でね、でこの7回8回とオリックスが点が入りそうな場面があったんだよ。であの時にもうね、放送席、実は今日ヒーローインタビューで初めて、相手を応援したというね、つまりあれ以上点が入るんだということなんだろうけども、吉久さんおっしゃってたでしょ、ヒーローインタビューで。僕らも放送席で、オリックスが打ってくれるのはとっても嬉しいし、点が入るのは喜ばしいんだけども、できればこの3点差のまま9回まで行ってほしいなと思っていたので、解説の星野信之さんと僕もそんな風に見ていたのね。これ4点とか入ったらセーブステーションじゃなくなるよねなんて話もしながら見ていたんだけども、そこは3点差のまま9回まで行って見事な、クロージングでした。先頭バッター中島拓也選手にヒットは打たれたんだけども、その後しっかり抑えるところがさすがでございますね、本当にね。見事な、250日米通算、すごいね、考えたらね。本当、吉佐さんが帰ってきてからオリックスは3連覇してるんだよね。で29セーブ1年目が、2年目が28セーブ3年目29セーブコンスタントにセーブをマークしてくださって、本当にチームの勝ちに貢献してくれている、もうこれはもう間違いないこと。でそこで、この名球会ですからね、素晴らしいね。で今日はもうその吉佐さんに目が行くんだけども、先発の吉野部君も素晴らしい。立ち上がりから少し球数がかさんで、これ大丈夫かなっていう序盤ではあったんだけども、4回5回6回かな、この3イニングを29球でいったのかな、確か3イニングわずか、これが大きかった。ここでしっかりこう立て直すことができたっていうのが大きいね。だから結局7回まで行けましたし、7回も当たり前のように無失点、ランナー得点圏に背負ってもそこから三振が取れるというか、狙って三振取りに行ってるもんね。そこで三振を取って0点に抑えてというところで、もう中盤以降は、相手にもチャンスらしいチャンスはないという、素晴らしいピッチングだったと思いますけどもね。奪った三振も11個すごいね。これでほぼほぼ投手4冠も、確定ということも言えるかもしれませんね。で素晴らしいピッチングで16勝目16勝、6敗か、これですごいね。自身で勝ち越し10作りました。これが素晴らしいじゃないですか、ね。ずっと月間月別のこの防御率を見てましても、1点台多いんだけども、5月だけが月間防御率が 2.12 だったかな、2点台あるんだけど、でもそれも 2.1 なんぼでしょ、これがすごいよ。でその時に今年の吉田部ちょっと大丈夫なんていう人もいたんだよ。だから防御率2点で言われるというところがどんだけすごいピッチャーだっていうことが言えますよね。そんな中で吉田部君の素晴らしさ、凄みも今日は感じたゲームでもあったし、8回投げたタイちゃんのキレッキレの縦スラすごいね。3者連続三振ですし素晴らしい。清水雄志、アルカンタラ、万波中正、この3人を、決め球は全部縦スラーだったね。素晴らしいね。そこでもう流れを作ってという中で、最高のバトンを、吉田さんに渡せたという、そんなゲームでもありました。打つ方ではね、今日は、あんまり3点以上取ってほしくなかったっていうのもあるんで、あれで良かったよね。紅林君が本当にこうバッティング好調キープ、今日も先制の2点タイムリーヒット、ロドリゲスの内側のこのツーシームを、ね、うまくピッチャーに返してセンター前2点タイムリーですよ。でマーゴも状態上がってきたでしょう、いいよね。素晴らしいと思います。そんな感じで、
今日はオリックスは快勝でございました。よかったでございますね。本当によかった。いろんな意味で、今日は良さが詰まっていたゲームということが言えるかもしれません。連敗すれば今シーズン2度目の4連敗かなというところも、そこも阻止できましたし、それもすごいね。で、明日はゲームないんだよね。心穏やかな明日は火曜日を皆さん迎えることができますね。はい。そして明後日ロッテを迎えるんだよね。まあ明後日おそらく宮城くんでいくと思うんだけども、さあどうでしょうか。今回も最後までご視聴本当にありがとうございました。ナイスゲームでした。よかったね。